ソロカ県は、モルドバ北東部の県。県とはソロカ。2011年1月1日の人口は10万400人だった。1911年のソロカ軍のゼムストボソロカ県の地理的特徴は、丘の間を深い谷が通るドニエストル川台地である。北西の緩やかに曲がる平野や、ラウト川も特徴的である。最高点は、バデニ丘の347メートルである。 ドニエストル大地の土は灰色茶色である。他の地域は国土や沼地が目立つ。浸食やカルスト地形、地滑りが多い。ソロカ県は典型的な大陸性気候である。冬は穏やかで短く平均気温はマイナス5摂氏六6度である。夏は長く暖かく平均気温は20摂氏二十21度である。年間平均降水量は485ミ、mm、リメートルである。 穀物や天才、タバコ、園芸栽培に向いている。動物賞はステップ地域である。ドニエストルボンチには68種類の魚がいる。モルドバに住む270種類の鳥のほとんどが見られる。19種類の哺乳類、37種類の鳥、7種類の爬虫類が導入された。野生動物はキツネやハリネズミ、胸白シ鹿、イノシシ、タヌキ、オオカミがいる。 ソロカ県の7%が森である。多くや市で、カエデ、シナノキ族、族、二例が一般的である。木の傍らには、サンザシ族、ハシバミ族、カモガヤ族がなっている。コサウティでは、花崗岩が取れる。オスランドやバランサウ、ビソサでは建築用石材が取れる。バランサウ村近郊で、白亜紀の石灰岩と鉄鉱石が発見された。 石灰岩はチョークに加工される。クレメンシューグやソロカ、バシリサウ、バランサウ等のドニエストル川沿いでは、チョークの山がよく見られる。ドニエストル川は9 3トルにわたって、ソロカ県の東の境界をなす。流路形状は15から2 5トルと短い。川の水は、灌溉や、一般利用、産業に用いられる。64の貯水池が建てられた。 ソロカ県は68の町、33の村、34の区に分かれる。県とはソロカ町。2012年1月1日時点で人口は10万100人だった。37.5%が都市に住み、62.5%が田舎に住む。58の教育機関で約1.2万人の学生が学ぶ。ソロカ県は北赤線局に含まれる。 最新の2010年2月28日の選挙結果は以下の通り375章の総合病院を持つありがとうございます。